次はかっちゃんとうららかさんの試合だ。僕がよく知ってる二人だからこそ手に汗握る一戦だったな。うららかさんの個性は正直戦闘向きとは言えない。とはいえ場外という方向でなら勝ち筋を模索できそうだった。そしてかっちゃん、勝負ということなら女の子が相手とはいえ容赦をしないと思ってた。試合前にあんなことを言ったのもやるからには本気を出すつもりだったからだろう。お前浮かすやつだな丸顔。引くなら今引けよ。痛えじゃ済まねえぞ。引くなんて選択肢ないから。じゃあ死ね。引くなら今引けや。引くわけがない。レディークラッシュ。浮かしてみろ。やんのか。たぎれ。ガラクタ。たぎれ。受け取れ。はい。たぎれ。やんのか。たぎれ。ガラクタ。とっても。弱い。とんだけ。たぎれ。直接相手に触れようとするという作戦を布石にしての攻撃。個性の応用力もすごいけどガッチャに立ち向かうのは相当な度胸がいるはずだ。それを物怖じせずにこなすなんてすごいや。ガッチャも決してうららかさんを見くびったりせず真っ向から本気で勝ちに行っていた。手加減も油断もしなかった。それだけ認めていたんだ。ここまで上がってきたうららかさんを。You